どうだい様子は。昨夜と同じです。たとえ影時間への適性があっても、記憶が消えたり混乱、今までの誰とも違う、実に例外。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃ。同学年の仲間ができれば君も心強い。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこと。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々と頼んだぞ。大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。面白がってる場合か。真田君、奴らの…はい、ただ普通…何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらう。奴らの方が勝手に…何してる。早く行け竹葉。わかりました。起きて。ごめん、勝手に入っ。悪いけど説明してる暇ないの。とにかく急いでるの。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。ここまで来れば。竹葉、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたい。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。何今の。屋上だ。なんだ、あの巨大なシャドウは。ミズル、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。そうだ、戦わなきゃ。召喚。行くよ。Ah!
だ動いた。再びお目にかかる。あなたは力法か。それはペルソナという。ペルソナとはあなたがあなた様々な困難に立ち向かう。ペルソナ能力とは他者と関わり絆を育み、あなたコミュニティの力。よくよく、さあ、あなたのいらっしゃる現これ以上のお引きと今度お目にかかる時には、ではそのごきげんよう。気がついた。気分はどう？あ、ここは辰巳記念病院って言って、体の方は心配ないって。あ、ごめんね、あの時は何にも。でも驚いた、すごシャドウのことね。シャドウは私たちが戦って、それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃって。昔さ、この辺りで大きな爆発事故、父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情、父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば、父さんのこと何かわかるかも。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのも、そういうわ。最も怖くてあのありさまだったけどね。私もごめんね、私が頼りないせいで、こんな。うん。でもごめんね、それに起きた。待ってる間、いろいろ考え、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のことを話さ。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかった。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせない。じゃあね。